皆さんおはようございます。2022年8月の31日、立憲民主党の衆議院議員、原口和弘です。朝のご挨拶、B です。本当は外に行きたいんですけど、蚊にボコボコにされるもんですから、中からやってます。さっき、夜中に冷やし中華が無性に食べたくなって、確か買ったのがあったよなと思って見たら、なし。で、ちょっとお酒心配ですけども、すっごく、わかりやすくて、参考にさせていただいてですね、冷やし中華とか作ってるんですね。ここも、5人で、に暮らしてたんですね。おじいちゃん、おばあちゃん、両方とも近所にいて、で、賑やかでしたよ。でも、こうやって妻が亡くなって、子供たちももう東京で独立すると、この椅子が5つある椅子に、私だけが一人ちょこんと座ってるわけですね。ちょこんというか、ドカンと座ってるわけですね。なんでなんだろうって思って悲しくなるときに、映画チャンネルとリュウジさんね、あれを見てるんですね。と、料理はもともと好きなんで、すごく手間かけないで上手に作れますね、リュウジさんのレシピ。YouTube って便利ですね。で、昨日は夜中にそういう状況になって、でもこれで食ったら、何のために今もうずっと努力してるかわからんということで、錦糸卵の素と、それからタレ作って冷蔵庫に入れて、んで朝生麺を湯がいてですね、きゅうりとトマトと、それから買ってきたハム、切ったハムですね、そっちが安いんで乗っけて食べたんですけど、うまかったですね。でも一個だけ失敗したのが、ラー油の入れすぎ。刻み生姜まで入れてるから辛くて、刻み生姜とニンニクと入れてるんで、ラー油はあんなに入れちゃダメですね。うまかったけど、朝食べるにはちょっとやりすぎでした。もうやりすぎって言っても、もう下道を、こう下道って、もう下道と以外の言葉の思いつかん、例の大阪の府議会の、あれ名前なんていう議員さんでしょうかね、あざ笑って早よ帰れと、住民投票を。で、お辻かな子さんが大阪のなんとかっていうテレビのあれを、で、誰が何言ってるかっていうのを紹介してくれます。ひどいですね。本当に。で、東京とか九州流れないから見ないんですけども、もしあれが日本全体だったり自分の自治体だったら、絶望しますね。でも、メディアでは、ああいうのをこう、褒め、そやしてんでしょうかね。褒めたたえてるんでしょうかね。私も高人さんのご存命の頃、そこまで行って委員会の、準レギュラーみたいにして呼んでいただいてましたけど、あの頃の番組と全く違うって言いますね。もう見ることもなくなりましたけど、いやー、どうしちゃったんですかね。でも、その中にいて、変えようと戦ってる人たちがいるんですよね。絶望せずに。私だったら、どうなんだろう。引っ越しを考えるんじゃないかって、逃げ出すんじゃないかって、府議会の映像を見て、いや、もちろん逃げ出したりしませんよ。私たちはもう、ある意味、こう、
狂気、狂気って狂う気じゃないですよ、あの任侠の狂、そこの世界に生きてますから、だから余計戦おうっていう気になるわけですけど、もう一個の下道はあの小野美由紀さんっていう作家の方がベビーカーを広げてたら畳豚がって言って蹴ったやつがいますよね。あれちょっと警察頑張ってほしいですね。法律をあの大体ですね、あの国交省のホームページを貼っておきましたけども、移動、これ優しいとかそういうあの言葉でね、あの分かりやすく表現してるんだけど、本当は安全に移動する権利を保障するっていうのとても大事なんですよ。しかも赤ちゃんを連れたお母さんのベビーカーを蹴るとどんだけ下道なんだと。この下道を探し出してあの罪に服させてくださいというメッセージがいっぱい来ました。警察庁ともちょっと相談してみたいと思いますね。そのお気持ち分かります。このあのツイート見てもうとてもいたたまれませんというのがいっぱい来て、そうやってねあの義憤に駆られる方々がおられるっていうのはまだ日本の救いですよね。でももう今回の統一教会のことでも思ったのは、被害が出てるって分かったのに見て見ぬをふりをするというのが、なんでこの問題だけじゃなくて起きてきたかというと、やっぱりそのある方が分析されてましたね。要するに格差が広がって自称エリートの人たちってのは お金持ちですよね。そして自分たちと同じような人がしか周りにいない、だからそもそもわからないんだってその方書いておられましたけど、私それに加えてですね、やっぱりカルト的な宗教が広がってくるとどこに誰がいるかわかんないんですよね。自称エリートの人たちは競争、出世競争をやってますから、それは私たちの政党でもそうですよね。どこにいるかわからん、またどこから攻撃するかわからん、そういうものに触るよりもやり過ごしとこうと、正義よりも忖度を優先すると、この心理的構造、それからもう一個は SNS ですよね。 SNS でその攻撃され、そして晒されると、で必ずそういうあのなんていうか犬笛を吹くのがいますよね。あのおじいさんとかこのおじいさんとかあのおばさんとか、犬笛の服でこの人たちは自分たちが、まあ、芸人さんもそういうのいますよね、あの狩る側だと思ってるんですよね。狩る、狩りの狩るですよ。でも自分が狩られる側に行くっていうことをね、思い知らせてくださいというメッセージが来ましたけど、まあ狩るとか狩らんとかいうそのね動物じゃないんで、まあ、私は競争の犬だったって言った人間がいるそうですけど、犬のまた犬の犬って、犬って言葉はねあのすっごく危ない言葉なんですよね。本当にこう歴史的に見たら使っちゃいけない言葉なんですよね。でも自分でそういうことを言う人っていうのを、でそれが今日本の政治を大きく動かしてると思うとたまらんですね。あの拉致議連を作ってやってきました。もう横田さん亡くなって茂さん亡くなって、この文鮮明氏がキム・イルソン氏と義兄弟だったということを聞いて、申し訳なくて何のことはない、
一生懸命戦ってたら、そのお金は流してたんじゃないですか。だから朝銀についてもう子供たち、妻も含めてここにいられなくなったのは、あの時いくつかの金融の質問をやってて、変な人や電話がかかってきたり、電話がかかってきたりしてたんですね。石井幸喜さんが殺されたその後で、朝銀についても1兆4000億入れて、そしてお咎めはたった5人でしょ、刑事のあれになったのは。なんでなんだろうと思ったら、こういう構造なんだですかね。もうやっとられんなと思いましたけど、ここで心を折った思うツボですからね、頑張っていかないかなと思います。それじゃあ天気もですね、それからコロナもすごく注意を要します。どうぞ良い一日を。今日は私はですね、この後立憲民主党佐賀県連の常任幹事会が行われます。で、参議院の総括をして、そしてまた次にね、この佐賀の一区が私総支部長ですけども、おかげさまで仲間も増えてきました。どんどん増えてきたんですよね。だけども全体的に言うと、もう本当にこう民主党の解体過程って昨日言いましたけども、政治の、もっと言うと、自民党が下野して、自民党が分裂する中で出てきたもう一つのカウンターが、そっちが分裂するか、長い目で見ると、古い55年体制の崩壊過程にまだあると言っていいんでしょうね。そこでしっかりとした核を作って、頑張って日本を、本当にこんな少なからん人たちが絶望するですね、そういう国じゃなくて、自称エリートたちから取り戻しましょう。本当の意味で日本を取り戻さないかんと思います。じゃああんまり出ると落っこちるとまた病院送りになるんで、この目の前の、じゃあ良い一日を。そうなんですよね、闇くじ内閣やっぱり塩ですな、塩ですばい。では良い一日を、ごきげんよう。